はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はですね、新規イベントの方でバトルグラウンド、ブレイブグラウンドですね、ブレイブグラウンドの方が来るっていうことで、そこら辺の方全裸待機してたんだけど、それと同時にですね、先ほど最終上限解放メーテラっていうことで、メーテラの最終上限解放も結構早いですね。最近のなんか最終上限解放って11月の後半だったような気がするんだけど、なんかメーテラの解放も合わせてきて、そこら辺の性能が、実装自体は後日実装みたいな、後日じゃねえわ、後々実装みたいなんだけど、性能が出てたみたいなんで、ちょっと今回はそちらの方をチェックしていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。メーテラ、年齢25歳、身長169、エルーン、おしゃれ、お気に入りのカクテル探しが趣味で、飛ぶのが好きと、刺激とスリルが好きと、で苦手なのは退屈とかだよっていう、そんな感じだったよね。なんかこう村の風習が古いから抜け出しちゃいました、破天荒天才お姉様みたいな、なんかそ、え、なにこれ、前張りみたいなのついてる。この服いいんか、この服は。あ、違うわ、あれか、ボンテージみたいな感じか。え、にしてもすげえ服だな、これ。すげえ服、なんか、ベノムじゃん、ベノム。ボーン、シンビオートついてんじゃん、ボワーみたいな。始まったな、ベノムが。グラブル世界でも。で、既存のアビリティの方が、1アビが魅了効果で180秒。あんまりこの魅了は期待値も高くないし、成功率もそこまで高くないかなっていうような印象の効果だった。で、2アビの方がターゲンに関わらず5回単体ダメージ、敵全体に累積攻撃ダウンっていう、ちょっと前の調整で累積ダウンが追加されてた、だったかな。で、3アビがハヤブサ落としにスロー効果、ハヤブサ落としスロー効果って感じなんだけど、これの僕の中のイメージの特徴としては、攻撃アビリティが全部なんですよ。攻撃なんで、例えばだけどリミテッドリーシャの攻撃号令、ブレイブコマンドだったっけ、なんかそういうのが溜めやすかったなっていうのが印象ですね。僕が YouTube を始めて結構、初期の方にメーテラとリミリーシャを合わせた感じの動画上げたような記憶があるんだけど、僕の記憶はそこら辺止まりかな。で、奥義の方が、次のダメージアビリティが2回発動する。これも調整で変更されたやつだね。で、サポートアビリティが弱体状態の敵に対して攻撃がアップしますよっていう感じなんだ。で、魅了やスローなどの弱体効果で敵を足止めすることを得意とし、2017年12月に行われたバランス調整によって奥義使用後ダメアビが2回発動する効果を得たメーテラ。今回の最終上限解放ではその奥義使用で得るダメアビリティ2回発動する独自効果、エーテリアルシャフトにスポットを当てたものとなっています。エーテリアルシャフトを使って放たれた彼女のアビリティはより強力に、より鮮やかにバトルを彩り、それに目を奪われた敵はなすすべもなく打ち倒されるでしょうという感じで、最終上限解放を行うとまず奥義が変更されます。グリームパルパーションに変化しダメージがアップ、さらにエーテリアルシャフトが2つ、あ、ん ?3 回出る、ダメアビが、あ、なるほど。だから、きら星と飾り打ちみたいな感じでできるんだ。おー、2回得られますよ。なるほど。じゃあ、でも、アビリティ即上がりはないから。レベル90になると、飾り打ち1アビの魅了ですね、が強化され、ダメージ倍率とその上限に加え、弱体効果魅了の命中率がアップし、アビリティのアイコンとエフェクトも変化。おー、なるほど、魅了命中率がアップするんだ。ダメージ倍率とその上限で思い出したけど、確かね、ダメアビ上限42万とかだったよね、確か。だから、60万とか出るだけでも結構熱くなりますよね。おー、あ、そういえばだけどさ、キラ星2アビについてはなんか最近さ、すごいなんかアビリティ1個で超大ダメージ出してみようチャレンジみたいなのなんか流行って、なんか2アビのダメージが1億みたいなダメを出してるとか、ツイッターの方でありましたよね。なんかこう多段ダメージはすげえ出せますよっていうのがなんかメーテラだった気がするんだけど、そういう遊び方をしてる方もいらっしゃいましたね。脳殺効果？ん？違うわ。さらにエーテリアルシャフトを消費して2回発動した場合、追加で敵にメーテラ独自の弱体効果脳殺を付与するようになります。ほう、脳殺効果は強力なターン性の魅了という扱いになっており、命中した場合敵に1ターン、低確率で2ターンの間付与されます。
単性の弱体効果なのでマルチバトルにおいて他の参戦者に効果はありませんが、メーテラに脳殺された敵は高い確率で行動不能。あのあれですね、パーシバルの浸水みたいな、水着パーシバルの。さらに CT が最大の時に行動不能になった敵は特殊技を不発した上 CT がゼロにリセットされるため、そのタイミングで脳殺が決まれば一石二鳥。ただし魅了と同時敵の残り HP などで発動する特殊行動を阻害することはできず、魅了を無効化する敵には脳殺も無効化されてしまうため注意が必要ですと。まあイメージ的にはあれですね、水着ユエルの、水着ユエルのさ、あの狐火効果が暗闇と一緒なんですよね、確か。あれ俺の記憶が正しければ、だから暗闇枠みたいな感じなんで、だから魅了ブロック系だったら、脳殺もブロックされますよみたいなイメージかな、うん。ゲーム内ヘルプのステータス効果の項目に脳殺効果を追加する予定ですので、そちらも合わせてご確認いただければと思いますと。どうしてもこう魅了を当てたいときにっていう感じか。確かメーテラって弱体成功 LB1 個ぐらいあったよね、まあ、そういう系。脳殺か、まあ、敵を止められるっていうのはでかいよね。レベル95になると新たに2つ目のサポートアビリティ、魔導の高ぶりを習得します。このサポートアビリティは以下の2つの効果を持ってます。バトル開始時自分にエーテリアルシャフトを2つ付与。ってことはさ、ちょっと1個言っていい？初手で飾り打ちを打ってシエテと相性いいね。だシエテ1アビ、脳殺、次ターンにシエテ1アビ3アビみたいな、っていう感じで2ターン目に奥義を確定で入れたりとかもできるっちゃできますね。まあただそういう場合だと、まあ、今の現環境だったら2を使うことが多いか、エーテリシャフト2つ付与。エーテリアルシャフトを消費してアビリティ発動時奥義ゲージが 15% アップしますよと。ってことはじゃあ初手で 30% 上げられるんだ。一応2アビ使えば、2アビリティ使えば 30% 与えることができますよっていう、あ 30% 奥義ゲージ漏れるから調整ができるって感じかな。奥義ゲージ上昇効果により奥義使用のペースもアップ。でもなんかさ、アビリティが上がんないんじゃない？ CT ってなんか876だよね、876。ちょっとどうなんだろうね。キラ星がレベル100になるとキラ星が強化され、アビリティのアイコンとエフェクトが変化。性能面では攻撃ダウン1回の累積量がアップし、使用間隔が1ターン、なるほど5ターンになるんだ。5ターンか、なかなかいいスパンだね。そしてエーテリアルシャフトを消費して2回発動した場合、追加でメーテラ自身に通常攻撃の8割の威力を持つ風属性の追撃が2ターン付与。8割追撃か。連撃アップもな、はこそないものの、自身の LB サポートアビリティ、魅了状態の敵に持続性追撃効果の同時に発動するため、これらの効果を得たメーテラが魅了状態の敵に攻撃すればダメージ数値が乱れ飛ぶド派手な光景に。今回の最終上限解放で独自効果のエーテリアルシャフトを軸に据えたため、上限解放前のメーテラでも性能はそのまま、奥義とアビリティの説明文を以下のように調整しておりますと、ちょっと変わるんだね。なるほど。はいはいはい。まず最終条件解放のフェイトエピソードは、メーテラの実の妹であるスーテラが故郷の村で大怪我を負ったという話を聞き、妹分のアステルと共に急ぎ向かうところから始まります。彼女たちが対峙するのは過去に開催されたイベント、果実の後アシスへの扉にて登場したあの強敵。過去の飲酒に縛られ続ける妹や村人、それを嫌って外の世界に飛び出したメーテラ、一度は明かされた彼女たちの道が再び一つになって紡がれる前にご期待くださいということで、おーなるほどなるほど。まあ CT 的にどうなんだろうっていう懸念はあるものの、弓系キャラクターってでも結構強化されてて、例えばフィーナとか、フィーナとメーテラとかで弓得意キャラクターも意外と増えてるから、そういう意味でも使いやすいかなっていうふうに思うし、これあれですね、ブレイブグラウンドでは結構使いやすいんじゃないの。それこそ強大な敵に対してさ、魅了効果でストッピングとか、スロー効果で遅らせるとか、まあそういう系の使い方ができるのであれば、なんかちょっとこうソロ用にこそ効果を進化を発揮しそうな感じはするかな。高速がかなりできそうだし、もし高速が解けちゃっても、その今まで与えてた敵全体に攻撃ダウン累積ボカ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 っていうのが、なんかちょっとそこら辺でもチーム全体の安定感に、貢献してくれそうな感じはしますかね。だからまあ回復役ペトラとかね、レナとかと合わせてメーテラフィーナレナみたいな、なんかそんな感じで合わせてればかなり継戦
能力は高そうな印象かなっつーような感じっすかね。ってことで、メーテラ最終上限解放でございました。まあ単純にそこら辺が強化されるってのは面白いし、あのアビリティ面でも強化されるなら僕はちょっと使ってみたいなっつーふうに思いました。まあブレイブグラウンド風有利待ちですかね、うん気持ち流行ってるけどって感じでしたね。そんな感じの、メーテラ SSR 見てみたでした。皆さんも座してお待ちしましょうって感じで、それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。